皆さんこんにちは。早速参りましょう。江戸時代へと続く門では侍、忍者などさまざまな職業の村人がお出迎えいたします。河原版が持っているのは通行手形です。登別伊達時代村では門をくぐるときやお芝居を見るときに必要になります。さあ、江戸時代にやってきました。お店を一部紹介していきます。遊戯館では1回500両で遊びを体験できます。ハズレなしのサイコロくじです。的が倒れた数だけ金券がもらえる射的です。玉入れは玉を転がして横一列の穴が埋まれば金券がもらえます。まだまだお店が続いています。ちなみにこの辺りは商家街と呼ばれています。移ろい館は衣装を着ることができるお店です。お殿様や花魁に変身して写真を撮ったり、侍や町娘に変身して村内を歩くことができます。着物や帯は好きな色、柄が選べます。珍しい忍者衣装もありますよ。村内には素敵な場所が数多くあるので、ここでしか撮れない写真を撮って楽しむことができます。公式インスタグラムもチェックしてみてください。江戸屋ではこけし、こまの絵付け体験や販売をしています。こけし絵付け体験ではストラップ型のこけしに色をつけ、オリジナルのこけしキーホルダーを作ります。色を塗るだけでも素敵に仕上がりますが、着物の柄や帯、忍者の鉢巻きなど細かい装飾をするのもおすすめで、お子様も挑戦しやすくなっています。最後はお店の職人が仕上げをしてくれます。時間がかかるので、その間に村を楽しむと効率よく回れます。商家街を抜けます。こちらは熊さん長屋です。江戸の町では多くの町人は集合住宅である長屋で暮らしていました。熊さん長屋では当時の様子そのままに再現しています。さまざまな職業の人が住んでいたようですね。体験道場では500両で1回遊ぶことができます。突然ですが皆さん、忍者のように手裏剣を投げたいと思ったことはありませんか？実はここでできるのです。体験道場では他に玉入れ、弓矢などができます。まずは手裏剣投げを覗いてみましょう。鉄製の手裏剣で持つと重みがあります。真ん中に刺さると金券500両がもらえます。次は弓矢です。こちらも真ん中に刺さると金券500両がもらえます。的に当たっていますね。こちらの忍者開会迷路は普通の迷路ではありません。迷路を進んでいくと仕掛けが施してあるので、その仕掛けを解いていかないと出口にたどり着けません。子供から大人まで一緒になって楽しめる迷路となっております。次は劇場に行きましょう。劇場は3つあります。いらっしゃいませ。こちらは役者さんです。このようにお出迎えしたりもします。いらっしゃいませ。大江戸劇場では夏季と冬季で演目が変わります。こちらは冬季の侍ショーの様子となっております。緊張感のあるショーを上演しております。こちらは忍者霞屋敷です。迫力満点の
忍者アクションショーとなっております。久しぶりじゃ。一人か。雪村という男、あの鬼の小十郎様をビビらせるとは。日の元一の強者かもしれん。小十郎様の伝言とは、その雪村の娘のことなんじゃが。真田雪村の娘、おめでとう。その子孫を連れしろと。伊達家も小十郎も、これで終わりだな。終わりにはさせねえ。ならばどうする。お前らをここで叩ける。ものならやってみろ。役者が変わるのも魅力の一つなので、ぜひチェックしてみてください。日本伝統文化劇場では花魁ショーを楽しむことができます。どの劇場も消毒液を設置して、お客様の入場数を制限して上演しております。こちらの映像は以前の映像です。お大臣遊びをしています。このお大臣様を体験するのは、お客様の中から選ばれた1名様のみ。今は村人がお大臣様をしておりますが、状況が収まり次第、お客様からお大臣様が選ばれますので、その際はぜひ遊びに来てください。村内をすべて紹介するには時間が足りないので、あといくつか紹介していきます。片倉小十郎屋敷です。立派なお屋敷は写真の撮りがいのある佇まいです。中に入ってみましょう。こちらは刀尻寮館です。刀剣の制作過程などを展示しています。次の間は撮影どころとなっており、それぞれ3つのテーマに沿った時代劇の撮影をすることができます。外にはお庭が広がっています。雪が積もったりするのは冬ならではの景色です。冬にお越しの際は防寒をお忘れなく。ここからはお食事の紹介です。北京亭ではラーメンが食べられます。登別ならではのエンマラーメンなどがあり、辛くて美味しいですよ。満腹亭では蕎麦やうどん、丼物が食べられます。天ぷらを食べるならここです。わらじ屋はお団子が食べられます。登別伊達時代村名物大団子は1本で満足の大きさです。団体様のお食事は青葉御殿で提供しています。お席はテーブル席300席、ロースター席280席です。セットメニューはこちらをご用意しています。食べ放題メニューもございます。ここまで駆け足で紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。未だ大変な世の中ではございますが、落ち着いた際にはぜひ遊びに来てください。皆様のお越しを村民一同心よりお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。